はい、それでは1月31日ウルトラストリートファイター4プレイヤーポイント限定大会2万5000円以下の分予選リーグ1試合目ワンピンアガモズさんのロレント鶴ヶ上神子さんのタドリー、まあちょっとネシカの読み取りがうまいこといかなくて美人子さんがノーカードになってますか。さあコッパー回しで押してさあセミのスカリにバックストレート、コンサムワンコンボ入れてお次はバックステップ拒否、カニパンを置いていく、めくって大 KEX 回しアッパーで締めて1ラウンド目は美人子さんの打ったあたり。さあ前ダイバン使ったがコッパーコッパー大 KEX 回しダッパ入れて端中段からコッパー大 KEX 回しカニパンでピヨってセビさんショートスイングブローコッパンで裏回るがさあ何度か拒否ダストが空中くらいするがグータイグ勝ったなロレント側コアコッパEX 中段入るがコンバットながらずノーマル中段で補正切りだったがコッパーコッパータッチコッパー1試合目はミジンコさんのタトリ 2-0 では2試合目マーヤーさんとワンピー側トクトクさんのローズ続いてがマーヤーさんのジェリーになります弾入ったところにスラがつながってああジュリーの下玉が刺さる飛びが使ってセービンスパイラルであと中盤球球ためたの見てドリルで突っ込んで端に追い詰めるさあドリルで固めて中盤ドリル端から抜け出したいが投げて前視線中段を刺さるリフレクトで返してEX 球だったが出始めにスライディングが刺さって1ラウンド目はトクトクさんのローズさあ2ラウンド目ローズのゲージがマックスになる6刺さって EX 取れるのはバレ垂直ダイバンからドリルでここはバックジャンプで拒否スライディングがカウンター人飛びが刺さるがコンボミスここにはトクトクさんも苦い顔確か変わらず端でドリルが刺さるここで EX テンプの暴れ中継入ってコンボきっちり EX スパイラルで締め勝ったのはトクトクさんが 2-0 では3試合目モズさんと城のさあ開幕スライディングのぶち込みフィンガーから中継の飛び込み大パンが入って地上技は大系だけ対空はセビで空中旋風空対空が非常に前裏回っての大系をガードしてるさあショースカットの方に EX コロコロが中段からオパーバレて前投げ旋風がセビを割る EX 旋風桜落とし2段から波動はそのままためずに重ねて対空が潰れる中段からの投げ1ラウンド目アンモズさんラウンド目さあこんな開幕からのぶっ込みが少しも気を抜けない空対空のライバンが強い投げはグラップ後ろに転がりながらスティンガーからコッパーコッパーさあ前ジャンプ使ったところにきっちり EX コンフォーで逃げて中段ぶち込んでいく、まあ、だから置き攻めスカシゲダンが通ってしゃがみ大パン行く神父からジャンプ中盤さらに地上図入ってピヨルセビさん神父大パンしゃがない弱神父そしてガチジャッケで固めてさあ桜川ゲージマックストレンドのスティンガーでゲージをちょっと返したいしかし落ち着いて中盤バイク前捨て投げ
ああ、まだ分からないぞ。最後はめくりの飛びをしゃがみないパンチで落として、城之内敦さんが取り返して1-1。さあ、ゲージガールさくらは怖いが、小足入って遠大パンからの春風中段か。さあ、EX 総合が漏れるが、ゲージが手こった。春風と5番が相打ち、逃げティア中盤。EX 桜落とし、端に追い詰めて、波動は重なってないが、春風のグラツーショー、コロコロで避けて、垂直体験。あ、体力オブ、スローが刺さる。この攻めは見えない。さあ、セビのスカルキャンは何もない。遠大系で対空。オラオラ、2連発。さあ、コロコロガード何もないが、コパコパ中継、春、ショーから画面端側のヨルコン2が入ります。あんまり減らないけど、垂直台形が入って、さあ、勝ったのは城之内敦さん、2-1です。では続いてミジンコさんとマーヤ。さあ、ちょっとね、鹿のエラーからいろいろあって再びノーカードになってしまいましたが、ワンピガーはミジンコさんのタートリー。大パン、前大パン、クイックヒット、中段、コパ、中継からダッパー。端を追い詰めて、セビから固めて、発着点、大パン。さあ、セビに風車がカウンターヒット。セビに、玉からのきっちりコンボで、リードしてるのはマーヤさんのジュリー。EX 中、玉が刺さる。さあ、対空のセビにが入って、中継からのコンボだった。セビにが再び入って、安定のダッパ締め。カラジャンプからのウルコンが投げに入ってしまう。これは死んだでしょう。さあ、1ラウンド目はウルコンを打ち込んで、マーヤさんのジリ。さあ、しかしゲージがあるだとり、中盤で落ち着いて対抗してる。バックステンジャンプ中継が入って、さあ、くるくるの感覚に何か入れられない。大抵大抵と、さあ、苦しい展開。前大パンに大足が刺さる。投げられて、球が苦しい距離。じわりじわりと歩きながら、中玉が引っかかっちゃう。飛びを使ったところ、後ろ投げ。さあ、当て身だったが何もない。EX 玉が刺さって、前大パンに遠大剣。さあ、通常技がかなり噛み合い、マーヤーさんの勝ち、2-0。では次、トクトクさんと城之内敦さん。さあ、一勝同士の対戦になります。トクトクさんと城之内敦さん、空中神父を中継で対空。さあ、遠距離、球前捨て、リフレクト刺さる。しかしリフレクト今度出ず、中足からの小コンボ、神父重ねて、大剣から中パン X ドリル、大足仕込んでる。中足がカウンターヒットしてドリルがつながる。セミバックスで距離取って、中段、中足がカウンターヒット、前捨て、中パン、しっかり大空、上は見えています。ここでウルコン2発動。さあ、相打ちになる。小足で暴れて、バックステに飛びが離される。前投げ、まだ分からない。コパコパ投げはグラップ。さあ、距離を取ったローズ、リフレクトが前捨てに刺さる。白沼はトクトクさんのローズ。さあ、沖の中足ショーが入って、沖攻め、小足が入る。一気に体力半分で画面端、沖攻めは垂直台形から春風のグラ潰し。コンボミスがあるが、緩い補正でのスターになってしまう。さあ、また再びコンボミスだが、補正が切れて、さあ、ラウンドを取った城之内敦志が苦笑い。ファイナルラウンド、お互いゲージはほぼ満タン。止まって投げ、初
ショウが漏れて2ゲージ吐く。しっかり対空、上は見えているぞ。トクトクさん前投げて、さあ今度は仕込みが出なかったか。あー4ゲージあるローズに中盤が大きなプレッシャーがある。 EX ドリル再び置き攻め、 EX ドリルを重ねてそのまま押し切った形で 2-0 2-1。 失礼。続いてではモズさんとマーヤーさんで、先ほどのビビ1万5000以下の部でも対戦している2人。あー対空のセリニが入って台形から中足パトレットのコンボ、これがなかなかきっちりしてる。さあこちらもジャックタマからのコンボが入って、大パン跳ねて大パンしっかりガードしてる。たまためたところにコロコロ、小足から中足がつかる。しかし中継で降り落ちて裏からの台形がカウンターヒット、スティンガー台形。1ラウンド目はモズさん、さあ大攻撃のプレッシャーが半端ないですね。 EX コロコロの最後当たるプレッシャーで暴れて跳ねたところに中パン、シックスカって前捨て投げだったがロレンタ上、中足カウンターヒット。さあお互い動き回る、跳ねて跳ねて転がって、あ体力リード奪ったジュリが離れて球を貯めて、あっと EX 中段が使っちゃうけどお釣りも安い。コッパーコッパーコッパー EX 押せを切て、そこは EX 戦車で暴れる。スラぶち込んで、これは表バックジャンプ大キックでしっかり対策はしてきている。 EX ゴロゴロ、 EX 戦車で暴れてマーヤさん取り返して 1-1。あージュリガーゲージ3本、ロレントもゲージがようやく1本ダウンで、エビに EX グルグル、 EX 弾飛び越えて補正切りの EX 中段、コンボは完走、痛いダメージになる。前して投げて落ちながら裏回ってる。さあこの体力差そうねじ込むか、マーヤさん。ああ EX コロコロが減りました。勝ったのはウォーズさん 2-1。 続いてではさあまだ誰が抜けるか全然分かりませんが、トクトクさんはこの試合に勝つと、まあ、抜けは確実でしょう。ミーズ2勝のトクトクローズ。さあやっとカードが使いました、ミジンコさん。お互いポイントはほぼ同じ。中継中継すごいぞ、そっからの中段当たっちゃうんです。中足中足振りながらセビさん、あーコンボは大十発目、中盤ドリルと再び中継を。ローズにはこれが有効なのか、とドリルと中継が相打ちになる。ウルコン2発動して、あスライディングからコパンが当たっちゃう。ローズにとっては痛い痛いコパン。 EX ダッパかな、相打ちになって1ラウンド目はミジンコさんのダートリー。さあ2ラウンド目も変わらず中継中継とダウンを狙っていく。前中前中で押してカニパン入る、タップ入って再びカニパン、セビニが入っておしゃれなコンボ、中継グラッツ節入る。トクトクさんも負けてない、前大パンとスラーが噛み合って、前大パンで再び中足が、中段はバックスが出たか、大パンにジャンプ大パンが刺さってフルコンツ発動。これは裏にいるしゃがみ中パン、裏投げ入ってトクトクさんが取り返す。ファイナルラウンド再び中足が刺さる、中段あくなるか、
コンボはなし。お次は中パンドリル。マニパンもバックステイすかして、お互いセビと通常技で、あースパイラルにジャンプ台形の飛びが刺さる。ダストから EX タッパー、中段入ってコパイ台形 EX マシンガンピヨル。そしてワルが裏回って表にいてしゃがみ大パンチ。勝ったのはミジンコさんだったり、21。さあ2勝1敗2勝1敗と続いて、特攻横並びになってまいりましたので、お互い大事な大事な試合になる。さくらの飛びをしゃがみ中パンチで落として中足に玉ためが入る。さあ玉をためて打つジュリと空中旋風で距離を詰めるさくら。打って空対空大パンチ、判定は弱くなりましたがまだ強い。空中旋風で近づいて、さあ玉をためたところにジャンプ台形が刺さったがダメージを取っているのはマーヤさんの方。玉ために EX 桜落とし2段で波動は重なってない。大パンを重ねて円台形に玉ためが噛み合う。空対空はジャッケーで勝ったな。ジュリー内野グラップ風車で暴れてセミがスカって飛びが通る。さあ苦しい桜、それを待っていたと言わんばかりの空対空ジャンプ中パンチ。1ラウンド目はマーヤさん。ゲージ状況5部からの2ラウンド目、再びバックジャンプで距離を離して弾ためて打って対空して、さあ中足刺さるがまだ体力は中のリード。 EX 章がスカルが何もなし。再び弾ために EX 桜落とし2段から今度は波動が重なって弱心符近代パンタイク。前捨てだったがコアコパからのコンボ垂直台形入って、ちょっともったいないか。 EX 風車の暴れが入る。さあ若干さくら有利から画面端飛びが入っちゃう。 EX 旋風でさくらの死に段波動が重なって起き上がりにカウンターヒット。城の内アツシさんが取り返す。さあ大足早くも画面端に追い詰めたが位置が入れ替わる。小足小足から再び空中旋風で位置を入れ替えて中足刺さる。シックス戦ガードしてコアコパ中足ショー。あった当て身見ていたが結局取られてしまう。桜川ゲージがあるぞ。コアコパ中圧勝券置き攻めは EX 勝あれ入って整備キャンからのしゃがないしゃがない EX 勝桜落とし入って最後まで勝ったのは城之内厚321。それでは次の試合モズさんとトクトクさんで予選リーグ最後の試合になります。モズさんが1勝2敗、トクトクさんが2勝1敗からの最終戦。ソウルビエーテが結構減る。ジャンプ大パンが通って中パンスパイラル投げはグラップしてる。スラねじ込んでこれは空中ヒットになって攻めるのはローズ側。垂直大パンから中継入って中段前投げや後ろ投げですね。さあジャンプ台板がスカルがコロコロ使って EX 中段が背びを割るがコンボミスになる。相打ちがロレントにとっては痛い痛い相打ち。ウルコン2発動して距離を詰めるローズ。コッパンで剣すするがドリルドリル削りだけでも痛い体力。1ラウンド目はトクトクさんのローズ。さあスラをセビバックしてよけて中パン EX ドリル
あ、我の背身にジャンプ中パンチが太鼓潰す。 EX トリルガードされるが、お釣り話。さあコロコロの反撃に中パン、 EX トリルの反角、コパコパから EX パトリオット、スラジメ前投げ、後ろ投げですね、分かりづらい。今度は前投げ、端を維持しつつ表にいるのはロレント。さあ中段中段中段食らった徳徳さんがにんまりの2ラウンド目。さあファイナルラウンド、 EX コロコロガードして、大足はカウンターヒット、仕込みの大足も当たって今度の EX コロコロ当たります。ドリルで拒否ってスパイラルに反感がないか。さあ球を踏んでしまう、ローズ側の若干のリードになる。ピエールが当たる、中盤 EX ドリル、 EX 中段から大 K、 ここでウルコン2発動、 EX ドリル近づいて中盤が当たる、ウルコンが刺して投げ、さあ再び投げ勝ったのは独特さんのローズ。さあ予選最後の試合になります、ミジンコさん対ジョさあ両方とも2勝しているので勝っても負けても予選リーグの通過は決まっていますが、勝ち数によっては1位がまだちょっと変わるかもといったところ。1ラウンド目端でピオラしたのは桜川、コンボきっちり完走してダットリアムしのぎ、立ちジャッケの片目に中継折れて大剣の飛びが入る。さあこっからまだまだいけるのかダットリ、しかし球はちょっとしんどい、バックジャンプで踏んじゃって1ラウンド目は城野茶津さん。前捨てに中足障子込みが入る、置き攻めを使って後ろ投げ、カニパンも使ってうろうろしながらの前大パンだったが、再び中足を透かし下段ガードしてる、下が台入って攻め1バックして、あ、ゲージ2本吐かしてからのコパコパ大 KEX マシンガン、ラッパで拾ってカニパンだったが EX 勝負の暴れが入る、置き攻め表バックしてね、一旦逃げて前大パン大ゲーにセミ1、嫌な立ち台系前大パンカウンターヒットすごい減る、 EX 波動が速いダッキングで抜けてコパコパ、 EX 波動が速い、勝ったのは城野内里さん 2-0。それでは上位3名による決勝と、さあ1位抜けをかけた予選最終試合、春風の光にローズがコンボで画面端、ソウルビエで飛びのガード、一旦距離離してスラで近づく、台形ビエで打ちながら桜川も距離を詰める、前線中足が刺さる、立ちコパ立ちコパで固めて大攻撃が2回入るとちょっと痛い、春風が当たって EX 春風からフルコン1、これで体力は逆転。さあしかしゲージがない桜川とゲージ1本のローズ、前投げ通常技の固めから立ちコパのタイプ固めて前投げ、1ラウンド目は城野内篤さん。2ラウンド目中間距離で通常の差し合いになる、ちょっぴり待ってからのグラ潰し、相打ち立ち中キックかな、再び固めてグラ潰しコンボミスになるが
EX スパイラルで暴れ、中継入ってコンボミスになる。さあ若干ローズいいからのウルコン2発動、バックステ逃げながら EX 弾が速い。さくらの弾をスパイラルで入ってスラでウルコン2が消えてしまう。 EX ドリル使って中段ホパーカウンターヒット前投げて小足からの投げ、勝ったのは城之内敦さん。というわけで城之内敦さんが1位抜け、トクトクさんが2位抜けとなります。さあ予選上位3名による決勝トーナメント、準決勝はワンピーラートクトクさんのローズ対次はミジンコさんのタトリー。予選ではトクトクさんが、いやミジンコさんが勝っている組み合わせですね。こちらもマエダイパンねじ込んでセミにはガード、お互い通常座を振りながら EX 弾ダッキングで弾を踏んじゃう。ジャンプダイパンによる飛び込み、あタイルがゴムだが対空のセミにガードしている。中継に円台系、そしてノーマルスパイラルだ。後ろ投げ、まだウルコンは溜まっていない。コアコパからセミ1はバグステ、前ダイパン使ったところに中パンで差し返して EX スパイラル。あリフレクトでゲージを貯めながらウルコン1を釣ろうという魂胆、しかし我慢でき、そんなところダイパン対空1ラウンド目はトクトクさんのローズ。おお前捨てにカニパンが置いてあったが、カードしてローズがダスト入って中パンカウンター人。さあお互いの技が使って先に技をねじ込んだのはトクトクさんの方、前ダイパンバッドリーゲージマックス、ローズもゲージがたまる。端で空対空勝ったのはローズ、なお端を維持して痛いダメージになる。ゲージ3本入って、さあ大技のスカリにきっちり技を差し込んでいく、勝ったのはトクトクさんのローズ。さあ決勝戦になります、はい、さあ今年一発目1月31日ウルトラストリートファイター4プレイポイント限定大会2万5000以下の部決勝戦、 1P 側トクトクさんのローズ、 2P 側城之内敦さんのさくら。開幕飛びが通るが大きなダメージにはならない。中盤当たって弾でキャンセルする。さあ春風がカウンターヒットして EX 春風のコンボ締め、互い通常のカウンターヒットさせながら小さなダメージの取り合いから春風が再び刺さって、おっと桜落とし、立ち台系が痛い。あ最後はノーマルショーで削って1ラウンド目は城之内さん桜城之内さんの桜。中間距離の球の打ち合い、技の通常技の置き合い、さあ対空潰れるがコンボミス、空中神父で近づいて地上神父でくら潰し、台足で締めて小技で固めて対空相打ち、 EX ドリルの方が当たる。中継のぐら潰しからウルコン2発動、置き攻めは表にいたがさくらの愛されボディか、あーノーマルショー、スカルがもったいない。さあしかしゲージあるぞ、 EX ショーのねじ込んでドットからの逆転、勝ったのは城之内敦さん。というわけで本日の優勝は城之内敦さんの桜になります。おめでとうございます。